きなりひでチャンネル。どうもおはようございます。いきなりひでチャンネル、高島と申します。9月、今日最後の月曜日、9月30日ですね。27日の自民党の新総裁は誰が選ばれたのか、これをご覧のそれぞれの方は皆さんご存知ですけども、現時点でのこれを取っている時の私は知らないんです。立憲民主党で野田さんが代表に選ばれたことは知っております。野田さんの新代表も小川淳也さんが幹事長になったり、それから周りをみんな自分の手勢でまとめましてね果たして自民党新総裁と、それから立憲民主党野田代表とですね、どんな展開がこれから待ってるかということですね。そこでですね、新しい自民党新総裁に、まあ、平凡ですけど期待していること、やってほしいこと、平凡ですねで、だからね、どう思うかと、いうことをですね教えてください。で、私はこの新総裁になってほしかった、なぜならばというのがあればね、それも教えてほしいし、今回の総裁選挙はね、かっかくしかじかこうだったと、川柳に託すなり、いろんな感想をね募集しております。よろしくお願いします。で、今日はもうちょっとね日がずれちゃったんですけども、これちょっと面白かったんでね、まずこれから言いましょうか。50歳20年ぶりのホームランという、長嶋茂さん、私も試合を見ましたが、イチロー、松井、松坂大輔の並びは豪華でした。ね。あれ、テレビ中継やってましたけどね、私は全然知らずにね、ザッピングっていうんですか、チャンネルを回しまして見てたら、イチローさんがこう、なんかマウンドで投げてるのがあったんですよね。どうしたんだこれはと思ってみたら、イチローさんのチームと、日本を代表する女子高校生のその代表選抜みたいな人がね、対決しておりまして、夜のニュースでもやってましたんでね、あれ結構有名なんでしょうね。松井秀喜は試合開始早々に足を痛めてしまいました。あ、そうでしたか。会場からずっとホームランを期待されつつも、ヒット1本でフォアボールでの出塁が4回、足を痛めていたため代走。さすがにホームランは厳しいかなと思って見ていた8回目、ランナーは一塁と三塁の状態で打席に立った松井。ピッチャーがボールを投げた瞬間、カーンという大きな音がドームに響き渡り、ボールはライトスタンドへ突き刺さりました。私も見たけど、突き刺さってっていうほどの当たりではなかったですね。でも飛びましたね。しかもスリーラン。ダイソーを呼ぶような仕草をしてましたが、イチローに走れと言われたようで一周しておりました。ドームでのホームラン、東京ドームでのホームランは20年ぶりだそうです。さすがスター、しびれました。あの年でスリーランホームラン打ってね、圧倒的大差で、まあ元プロがね所属するチームが勝ったわけですけども、あの仕掛けがどうなってんのかとかですね、誰が金払ってんのかとか、イチローさんがどういう立場なのかとか、全然私分かってないんですよ。ただテレビ見てて感動したのは、あの女子高校生のね代表というのはかっこいいんですよね。もう昔は女性がボールを投げるっていうのは女投げなんつってね、もうなんかこんな風になっててね、もう全然かっこよくなかったんですけど、今はねユニフォームだけ着て、それでこうキリッとしてこうねピッチングするとかバッティングするとかっていうと、まあ男の子がやってるようなね、それよりも何かね非常に垢抜けした、爽やかないい雰囲気でしたね。あっちの方に驚きました。だけど夜のニュース見てると、そういうことは一言も言わないんですね。イチローが投げたの、松井がホームラン打ったの、本当に古い価値観にとらわれているテレビ局で、あれは関係ないですよね。でね、その女子高校生の代表の中でも一番なんかね、まあ、こう言うと怒られちゃうんだけども、可愛らしくてね、それでフレッシュな雰囲気を漂わせて、頑張ってた、何番打ってたのかな、クリーンナップじゃなかったですね、佐々木麟太郎さんの妹さんという、高校は花巻東で、ここに写真がありますけど、この子可愛かったですね。で、彼女がですね、
何回打席に立って何を打ったかっていうのは私は知らないんですね。途中でチャンネル変えちゃったもんですから。そうか、なるほどなるほど、ということで、このお嬢さんの活躍なんか見てると、プロ野球っていうのもやっぱり親、おじいさん、おばあさん、そういう血筋みたいなものっていうのは影響するんですかね。確かにそうかもしれない。私の親父は野球好きだったんですけども、別に上手かったわけでもないし、選手でもないし、でおじいさんっていうのは畳屋の問屋ですから、野球どころの騒ぎじゃなかったらしいし、ということで私は運動神経は良くないですけども、この間の女子高校生選抜チームは非常に皆さんね、女の子がかっこよかった、あれにずっと驚きました。でイチローさんも一生懸命投げてましたね。130キロ台のね、直球とかなんか言っちゃって、で神戸智弁打順が1番ピッチャーイチロー、2番がアラン・ターナ、マリナーズの通訳してた人だっていうんですね。で3番が松坂大輔、4番が松井秀喜というような感じなんですけども、女子チームの方のスターティングメンバーは手元に来ておりませんでなんか女子高生選抜、もっともっとクローズアップした方が面白そうだと私は思いましたけどね。まあということでね、あれは見て大変楽しかったです。はい、試合投げずに50-50 50-50、ついにやりました、大谷選手の 50-50、 生きてる間にこんなすごい記録を見れるなんて、大谷は日本の、いや世界の誇りです。東京都67歳の中ちゃん、おっしゃる通りですね。一番感じるのはルールが変わったせいももちろんありますよね。牽制球2回で、3回目牽制球投げた時はアウトにしなかったらね、ダメだね。あれむちゃくちゃなルールだと思いますけどね。でルールは変わったにしても、あの大型のホームラン50数本打つ大谷翔平がね、塁に出るたびにね必死で走るという、あれがやっぱりね、今年はピッチングはできなかったわけですけども、来シーズンどうなっちゃうんだと思いますね。元気で来年迎えてほしいですよ。マウンドで投げるわ、塁に出たら走るわ、ホームランが打つわ、いや劇画みたいだという人がいっぱいいますけども、来年あたりは大谷翔平はですね、野球人生の中でも最高のシーズン迎えるんじゃないかと私は思いますけどね。あのマンダラシートを見ると大体あの辺が絶好調になってるんですよ。結婚もしたしね。で野球賭博も噛んでなかったし、やっぱり応援しますね。大相撲9月場所振り返り、大関大の里誕生、初優勝からわずか2場所目、まだ大いちょうの言えない大の里が豊昇龍を破り、あの時のスピード速かったですね。わずか9場所で大関に駆け上がるという、13勝2敗で自身2度目の幕内優勝。いやー本当に大変な大物がね出てきたわけですけども、毎日テレビ中継見てると、今まではね右手の使い方がうまかったんで、あの刺す時のね、あの感じがすごく良かった。で今場所はね、左からの攻め、あの押っつけがですねものすごく効いてた、カッカッっていうね、舞の海さんも言ってましたね。それで大関大の里誕生したんですけども、これ見てるのは日刊スポーツですけども、大相撲新時代、大孫時代幕開けだなんて書いてある。大の里の大という字、それからね武尊富士のね武尊、あれ孫と読みますよね。そこでね大孫時代、なんかあの幻のボクサーが蘇ったような、そんなような感じなんですけど、あー確かにそうですね。武尊富士は一回幕尻でね優勝してるし、で怪我を治すということで下に下がりましたけども、まあ今場所は十両で13勝2敗ですか。です、いずれもね、大の里も武尊富士もね共通しているのはですね、スピードがあるんですよ、ものすごい速い。だからあの、まあ、こいちゃんなんですけど、前世紀のアマって言っても分かんないよね、春馬富士ね、春馬富士がですね、稀勢の里をぶっ飛ばした一番昔ありましたけども、ものすごく速かった。やっぱりスピードある、あの取り口にはですね、他のお相撲さんはなんかじっくり取ろうという人が多いようなんで、あれにやられてましたね。はい、それから妙義龍貴景勝引退、
貴景勝の引退はね、かわいそうでしたね。日の出の勢いで上がってきた頃は、貴乃花の貴に、それから奥さんが恵子さんっていうんで、恵という字をね、つけて、貴景勝かと思ったら、そうじゃなかったらしいんですけども、あの頃ですよね。それで、親方が問題を起こして、協会をね、辞めましたんで、貴景勝もですね、あっちこっちへちょっとね、引き回されて、かわいそうだったんですけど、175センチでね、あれだけのね、太い体を作って、だけど首痛めちゃったのがね、致命傷ですね。頭から当たれないんですから、当たったらもうすっごい勢いで、痛みがガーッとこう、全身に走るようでね、これじゃあ相撲取れないよなという感じで、非常に気の毒だったんですが、でも泣けましたね。思いっきり手を伸ばして、横綱を目指したけれども、残念ながら、横綱には届かなかったと。入門した時から横綱になるということしか全くイメージしていなかったと貴景勝は言っておりまして、あのセリフは泣かせました、ね、残念ながら横綱には届かなかったということですよね。かわいそうでした。それともう一つね、第38代木村庄之助50年の行事人生に幕、65歳の誕生日となった立て行事の木村庄之助が結びの一番琴桜豊昇龍を裁き、千秋楽を告げまして約50年の行事人生に幕を下ろしたと、ね、で伊之助時代にですね、立て行事としての差し違いは12回、苦労も経験しもっとうまく裁けたのではないかと思うと正直な心境を吐露したということなんですが、今場所の3日目、あれご覧になりました？あれはね、琴桜とそれから翔猿、あの一番だったんですが、私は家のテレビで見てただけですけども、私のね、もうガキの頃からのね、相撲を見ていたそういう感から言って、あれは物言いつかないのは全く下せませんでしたね。舞の海さんもすぐ言ってました。で、行司の軍配はね、翔猿に上がってもおかしくなかったって、さすが舞の海さんは言いますね、言う時はね。でね、NHK も気にしてるんですね。あの一番を、その取り組みの後に一回だけ、いわゆるまあ今の一番、こういうふうに決まったというのをやりましたけども、明らかにね、翔猿が勝ってるんですよ。明らかに勝ってた。で、それで翌日の新聞とか見てると、翔猿の体が浮いて、飛んで、あれは技がかけられない状況だったんで、琴桜が勝ってたとかね、あの千代大会のね、審判長とか協会の理事長もですね、琴桜が勝ってたって言うんですよね。全く理解できなかった。だからこの木村庄之助さん、最後に何場所か木村庄之助やりましたけども、本当にお騒がせなね、立て行事で、私はもうこう言っちゃ失礼だけども、もうやめてもらってちょうどよかったと思ってますよ。あの一番はね、本当におかしかった。だけど翔猿もですね、相撲で飯を食っていく限りね、ああいう不可思議なね、判定って時々あるんですよ。私腹の中で思いましたもん。出だし好調だった琴桜がね、あれで白星をねちょっと無理してもぎ取って、翔猿から、あ、今場所やっぱりね、横綱目指すんで優勝させるために、周りの親方パッとテレビ見てたら、水戸泉さんはいたし、友の花さんはいたし、で、正面のね、審判長はですね、千代大会さんっていうんですから、東と西はちょっとわかりませんでしたけど、あれはね、下せない一番でしたね。ああいうのは大体ね、前の式守伊之助、今の木村庄之助、あの人が絡んでんですよね。だから僕は、庄之助さん、引退の日に庄之助姿でなんか泣いてましたけど、なんか全然泣けてこなかったですね。なんか全部年功序列だ。玉次郎さんがもう辞めた時にね、なんか協会変だと。だから今の縦呼び出しだって、呼び上げる時ね、伸びのある声でもないしね、なんかこう貫禄風情があるわけでもないし、一番年上だっていうだけなんですよね。ああいうの協会なんとかしてほしいなと思う。で、また言いたいですね、大の里、横綱になると思います。大の里は多分大関は数場所でパッと通過するんじゃないですかね。
昔から本当に強い人はですね、もう関脇ぐらいからむちゃくちゃ強くなって、で大関はねまたぐような感じでね横綱になっちゃうんですよね。稀勢の里さんみたいに苦労に苦労を重ねた横綱もいますけども、でも日本人の横綱としてですね、本当に強い大の里誕生を期待したいですね。それから武尊富士もスピードがあるんで、あの人なんであんなに色が黒いんですかね、日焼けサロンでも行ってんのかな。そんなことはないと思いますけども、この日刊スポーツが伝える大孫時代の幕開けっていうのはね、これはこうなってほしいなと思いますね。まあ、ということで、昔の大鵬白鵬時代はね、白鵬そういうふうに言われた時代っていうのは、例えば北玉とかね、北の富士玉の海とか、ありましたけども、久方ぶりにこの大の里と、まあ武尊富士はですね、来場所うまくいけば入幕かというような感じで、まだ十両優勝ですからね、でも幕内で一回優勝してますんで、ね、いずれやっぱり上に上がってきて大の里と並び称されるソップ型のなんかね大関横綱になるんじゃないかと思いますけども、怪我しないように頑張ってほしいですね。ということで、女子高生の野球代表大相撲大の里武尊富士、まあ、月曜日はね私の大好きな話題ばっかりだったんですけど、どうもすいません。ということで今週もよろしくお願いします。明日は火曜日でね、ドクター浅野、浅野式人生の送り方の日なんですけども、今ちょうどね浅野さん旅行に出てましてね、だからすいません、明日はお休みさせてください。で水曜日もお休みですから、火水お休みで、木曜日は日刊スポーツの小屋の年朝、私はまた金曜日に出ております。では今週もよろしくお願いします。また木曜日。